中心に、よいしょ。さらば。お待ちください。ご視聴ありがとうございました。またのお越しを心より。はい、今日はですね、僕が紹介している FBC の100人規模ぐらいのイベントがあるんで、ちょっとそれに今から行きたいと思います。ありがとうございます。いいですよ、こんなんで。いやもう全然。今日島田さん緊張しました？いや、あんまり。あ、マジですか？はい。めちゃくちゃ緊張してるんですけど。準備を今こう組み合わせて縦にする感じですか？多分疲れてきたらこう。高井さん、僕今日 YouTuber モードなんで撮影してるんでこれいいですか？あ、全然はい。高井さん緊張してるんですか？いや、高井さん今日100人ぐらいの規模ですけど、これ初めてですか？いや、初めてですね。ちょっと緊張。今これカメラ回ってから緊張してますね。よろしくお願いします。よろしくお願いします。どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。友達になりましたね。そう。1回とだけ友達。松木さんって FBC どんくらいなんですか？入って2年。あ、もう2年やってらっしゃるんですか？2年だけど、実質ね、半年ぐらいはサボってた。はい。で、佐藤先生にめっちゃ怒られて、何やってんのって言って、実質1年、半年ぐらいサボって、はい。動き出したのが1年ちょっとぐらい。はい。じゃあ、実質1年 ?1 年、まあ1年ちょっとやね。じゃあ、実質10ヶ月ぐらい。そこまでまあ1年はちょっと1年超えてます。1年は超えてる。皆さんこんにちは。斉藤さん、大丈夫です。 OKOK。 斉藤さん今あれ月初どんくらいでしたっけ？50とか50から60ぐらいを行ったり来たりしています。で、自宅で子育てしながらやってるっていう感じなんですね。ママをやってます。ルーティン取りに行くかもしれないんで、コメント欄に書いといてもらえる。あ、そうですね。いただけると。あ、なんか何が見たいですとかですかね。洗濯風景。違う。どうやって一。動画ですよ。写真じゃないですね。いや、動画ですよ。あ、動画。村松さんってFBC どんくらいなんですか？やって。C より前から。FBC になる前。より前から。はい。4、5年ぐらい。今は安奥と安所とか楽天とかやって。月300ぐらい。ルーティーン取りに行っていいですか？今の斉藤さんは確約で取ってきたんで今。あ、そうなんですか。確定。よし。お願いします。回ってます。あ、もう回ってんですね。あ、もうずっと回ってんですね。ではお名前とご職業お伺いしてよろしいでしょうか。と高弘という。カメラ見ちゃう。いいですか？まあ高弘というYouTuberの名前でやっています。考えもあるでしょうか？もう1年後のことは性格的に何も考えてない。もう OK ですか？もう素晴らしい。僕は満足してる。じゃあお疲れ様でした。佐藤君、今日はありがとうございました。もうさ、よろしくお願いします。あと3分で。あと3分会場です。めっちゃ緊張します。ちょっと緊張します。僕も久しぶりなんで確認。よろしくお願いします。よろしくお願いします。たくさん並んでる。ここで受付やってるんですね。始まる。お願いいたします。はい、佐藤和成です。初めて。高弘さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。一つでもすぐ日本に送ってもらう。B は5から始收集。突撃してきていいですか？はい、もちろん。突撃してきていいですか？突撃を材料もいっぱい用意して。いやもう装備なんてなしでいきます。2時間で。お邪魔していいですか？はい、YouTube で見てる人が。カメラとか映ってことありますか？何度か YouTube でコメントさせてもらって、次男さんのファンなんで最近あんま出演させてないんですけど、お話しいですか？ YouTube やっちゃいましょうでしょ。やりましょう。何がですか？登録者は多分今2とか3万2000くらい、話し方とかめっちゃ今気持ちよかった。気持ちよかった。てか本物イケメンですね。めっちゃ出てます。今めちゃくちゃ出てます。お願いします。高広って書けばいいですか？はい。お願いします。めっちゃ恥ずかしいんだけど。めっちゃちっちゃくないですか？本当なんかすごいの来るかなと思ったら、女子高生みたいな。そう、女子高生みたいだねっていう。はい。これちょっと頑張ってサポート前に。ごめんなさい、転売禁止なんで。わかりました。これメルカリに売れないと思って。みんなでだろう。高橋さんこんにちは。大ファンなんでしょ？大ファンです。大ファン、僕の大ファンです。高広さんのどこがファン？高広さんはやっぱ身長高いし、言ってることもちゃんと具体性があって、めっちゃためになってます。やっぱ目標は？目標は高広さん。いやですよね。です。を超える大ファンだもんね。大ファン。大ファン。どう？めっちゃ楽しいです。楽しいですよね。本業目指してるの？本業目指してる。周りに物販やってる人いないからやろう一緒に。っていう感じ。そんな感じ。やばい。ちょっと他のタク行ってくるからじゃあね。モザイクって。オッケー。モザイクかけて。カメラごめんなさい。ごめんなさい。ちょっと。YouTuber。デザインを作れるんですけど、それをオンライン上で売れるんですよ。いやもうだって。もうだって親戚みたいなもんですよ。びっくりした。そんな近いんですか？普通に車で5分とか10分。巻きですか？巻きで。わかりました。全部回れました。売れない時はどうするのかっていうので、一番上に一番大事なことが書いてあります。売れないから値下げしようだなってことですね。雨かきはきダイパーです。ハンディバッグ。カメラで大体でいい。これお休みの方もいるんで、権利消滅。続いて20番の方、はい、代理でお願いします。小屋名物最後の一人、我々のね、FBC の勉強会にも今後17番のお持ちの方、有効期限があるので年内に使ってください。58番の方、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、写真です。はい、写真。すみません。せっかくなんで。はい。どういうアングルなんですか、それ。はい。ありがとうございました。皆さんありがとうございました。ありがとうございました。高橋さんお疲れ様でした。あ、お疲れ様でした。じゃあまたラクマートの大阪で。あ、はい、またお会いしましょう。お疲れ様でした。お疲れ様でした。また皆さん忘年会でよろしくお願いします。じゃあお疲れ様でした。お疲れ様です。お疲れっすー。お疲れっすー。投げって。憧れの高広さんと帰りますよ君たち。嬉しいです。嬉しいです。気持ち入ってないです。いやでもめっちゃ嬉しい。電車だと思ってたから。何でした？電車昨日で前乗りだから昨日他のイベントあったから、昨日他のイベントやっててどういうこと？あ、電車で30分ぐらいのところから来たってこと？ああ、次は何を買えばいいの？森下車って聞いたんだけどね。車って聞いたんだけど俺はまだ行くなまだ乗り換えんの？できるって感じした？ちゃんとやればね。そうよ、ちゃんとやんなきゃ無理よ。ちなみにここは東京なんですか？東京なんだ。いや、車最高だよな。車最高だな。何で買えるんですかとか言うと車、電車と車ですって言って次から電車と俺ら渡されてたんですけど。じゃあ電車と車ですって言って。電車と車とはって聞くからとしたら。3回乗り換えの7駅隣ですって言えば、あ、電車で帰るわってないだろういや大学生っぽいね。だから後ろから道案内ってなんだよここ車線どうなってんのこれ。車線がないちょっとこれ大学生思い出していいねここね、うん、おすすめは何ですか？おすすめまでわかんない。理解しかない。おい、おすすめじゃなかったのかよ、天下一品が。鈴尾が前にいて、もう俺の目の前にいた。おい、なんで俺の目の前にいんだよと思って。俺がね、俺も思った。なんで動画撮っとけばよかったよ。マジで来てよかったって。一番本音の部分を。一番本音の部分を取り忘れた今。それは言わないよ。餃子取ってどうすんのって。私のルーティン見てもらっていいですか？一番新しいのしか見てんだけどね、もうふざけんなよ、見ろよ、ちゃんとちょっと見なさいよあんた。イメージと全然違うチャーハン来たけど、美味しいのかなこれ。うまい。めっちゃうまそうやん。いただきます。プリ取って帰る、プリ取って。プリ取って帰る？車で来た車と電車だ車と電車で来た6000円ぐらい。その高弘さんですからね。おごりますよそりゃ。ありがとう高弘さんお疲れ様です。忘年会の時は聞くわ何できたのっつって車できたっつったらどこ冷めたのって聞くわ。言わないよ。森下って聞いたらもう俺は時で帰るっつって。その前に電車と車で来たんですバイバイ。メルカリ売ります。はい、じゃあね。帰ってきたよパパ。タイミー何してんの？幸せなやつだな。いいけどさ、残しててくださいパン。うわパン食べてよ、ちゃんとパン食べてよ。ちゃんとパンも食べてね。やだやだ食べてパン食べなよ、クリームだけじゃなくてパン食えよ。あ、何したんですか今。パンはパンは寝ていい？パパ帰り。ありがとう。なんで？パパめいめい。パパめいめいてる。うん。おいで。できた？パパのとこ持ってきな。これさ、なんかわパパ命名します。パパ命名。おかえり。うん。明日幼稚園ですけども、意気込みは。先生の名前言ってるだけじゃん。3人目誰？3人目誰？その先生いないでしょ、3人目。お、なんか新しいの。そう、なんかマシンが変わってた。美味しそう。美味しそうだよね。で頼んだんですよ。柳地じゃないけど、まあ、海沿いのという。こっちさざえも入ってっからもらうよ。うん、いただきます。うまっ。握りうまっ。うまい。うま。なんか関係あるんじゃないですか。おかえり。でもあれいいやつじゃん。結構マジのテンション。ラーメン食べる？イエーイ。ビビがキャベツあげるってよ。いらねって。どこに行ってもいるだろう。すんごい帽子がひん曲がってる。家来るんじゃねえよ。ああ、かわいい。捕食されてる。お風呂行ってきた？はい。気持ちよかった？はい。出ます。来てません。来てません。仕事をしてるんです。Go go。パパめめてる。たった。たった。えらいえらい。行こう。71あったよ。ちょっと73がないんだっけ？甘党すぎる朝から。行こう。出ます。うまっ。うまい。ノータッチ、ノータッチ。まあ話すんですけれども、初代はですね、冒頭でクロエが所持金5万円です。請求額はこれで5万円でした。なんとやばっ。よし、いいナビ幽霊もいるが、彼らは皆動物を望んでいるから、君のナビが最後を決めた。まあでもこのどう強メガネで動画編集きつい。おはよう。おりゃ。コロッケの材料もしもし、はい、見える？うん。キモい？キモくない？じゃあこれにしていい？うん。どうしようかな。大変だったよ。ここは絶対にいただきます。調べたいものを加工だけ拡大していきませんか。AWS で。よし、終わり。うん。いやだってあ、そう、丁寧だね。丁寧な仕事するね。はいはい。もわもわもう多すぎる。よし。うわっ、きつい。パパ、お帰り。あんたがお帰りな。どれが欲しいの？あ、そいつが欲しいんだ。15箱ありがとうございました。よろしくお願いします。よいしょ。今日、15箱400キロ来たんですけども、これはですね、国慶節っていう中国のちょっと長期休暇があるんで、まとめて荷物を注文しました。えぐい。手伝ってくれるのじゃ。連れてくる？ちびすけ。大丈夫。ガキの来る場所なんだ、ここは。です。お疲れ様でした。うん。なんでお弁当箱で食べてるの？